はい、皆様こんにちは。今日はですね、ワンちゃんには食べさせていけない食べ物についてお話ししていこうかと思います。まず、第一に、ちょっと代表的なところからお話ししていこうかと思うんですけれども、ワンちゃん飼ってれば、ご存知の方も多いのだと思うんですけれども、ネギ属の野菜、玉ねぎだったりニラ、ニンニク、あとネギですね。お家にいればよく使う食材だと思うんですね。ネギだったりニンニクだったりは、玉ねぎもそうなんですけれども、人間はね、それは入れたら美味しくなる食べ物だと思うんですけども、この子たちワンちゃんが食べてしまうと中毒を起こすっていうふうに言われてます。その中毒の症状としては、下痢したり、あと嘔吐と熱で、ひどくなってくると、呼吸困難を起こしてきたり、痙攣で震えが出てきたり、めまいを起こしてきたりといったこともあるそうで、あまりにもひどいと、これね、中毒が原因で、死に至ってしまうことがあるとのことです、ね。あとチョコレートも代表的なものだと思うんですけれども、お子さんいるお家だったり、は特に、パンに入ってたりだとか、アイスに入ってたりだとか、いろんなものにチョコレート入ってるものね、取り扱い多いと思うんですね。お子さんなんかね、そしてポトッと落としちゃって、それをワンちゃん食べてしまったりっていうことも考えられるので、ちょっと食べるときだったりするときは、ワンちゃんハウスに入れたりとか、ちょっと注意が必要な食べ物にはなってくるのかなと思います。次はですね、お散歩の途中に要注意、ギンナンです。で、ギンナンっていうのも、食べると、中毒を起こすっていうふうに言われてます。で、食べてしまうと、ビタミンの、いろんなのありますよね。ビタミン A だったり B だったり C だったりっていうのを、の作用、ビタミンの効果を阻害してしまうっていうふうに言われてます。なので、いつ、食べてしまってすぐに何か中毒を起こすっていうよりかは、いつちょっと時間が経ってから何かしらの症状が出てくるっていうことが多いそうですね。お散歩していて、胃腸の、木のあるところを散歩していて、ポトッと落ちていたものをワンちゃんたちパクッと食べてしまうということも十分にありえますので、そういったこともあるので、胃腸な綺麗な時期、銀杏が落ちてくる時期っていうのは、ちょっとお散歩の道を考える必要があるのかなというふうにも思います。拾い食いして、具合悪くなっちゃったではとてもかわいそうなので、そういったことも考えてもいいのかなというふうに思います。次にですね、ちょっと危険な食べ物っていうところで、アボカドなんですね。私アボカド嫌いなので、うちにアボカドがあることはほぼないんですけれども、ただワンちゃんのドッグフードの中にごく稀にアボカド入っていることがあるんですよ。でも、アボカドもあんま食べすぎてしまうと、中毒を起こすことがある食材だそうです。なのになんで入ってんだろうなってすごく疑問なんですけれども、量を食べなければいいのかとか、そういう問題なのかななんて思ったりもするんですけども、これも中毒を起こしてしまって、下痢だったり体調不良につながってくるので、それも要注意な食べ物、危険な食べ物だそうです。あと、意外と知られてないブドウ、レーズンだったりブドウっていうのも、今から美味しい時期になってきますよね。スーパーなんかでも並んでくるかと思うんですけれども、これも、ちっちゃいワンちゃんなんかは、このちっちゃいブドウありますよね、を読んだことあるんですけれども、一房の半分を食べたヨークシャテリアのワンちゃんが、中毒を起こして死に至ってしまったっていうことも何かの記事で私読んだことがあるんですけれども、美味しいけどこの子たちにとってはもう毒物と変わらないものになるそうです。で、ブドウに関しては中毒だけに限らず、腎不全、腎臓に大きな損害を与えてしまうそうで、急性腎不全に至ってしまって、あまりにもひどいとそこから亡くなってしまうということもある食材だそうです。今からの時期要注意ですね。お盆で、うちの方なんて田舎なので、仏壇のあるお家なんかではよく上がってたりするので、寄せ付けないようにしないといけないなというふうに思ってます。マリンちゃんにバトンタッチです。はい、じゃあ次なんですけれども、次はですね、キシリトールっていう成分なんですけども、よくガム、スースーするガムだったりだとか、ラムネみたいなちっちゃいタブレットありますよね。いったものに入ってる成分にはなるんですけれども、
あれを食べるとワンちゃんはですね、まあ、中毒症状、中毒を起こすっていうのと、肝不全、肝臓に大きな影響を与えてしまうそうです、ね、私よくバッグの中に入れてしまうことがあるんですけれども、ね、うちの子たち、そして私のバッグの中にいいものが入ってるんじゃないかっていうので必ず漁るんですよ。なので必ず入れてる時だったりだとか、私のカバン自体はこの子たちの手が届かないところには置くようにしています。なのでね、ちょっと高いところに置いたり、ね、間違って落としたりしまわないようにっていう風に気をつけてはいます。で、あと意外なところなんですけど、まあ、鶏肉、ささみだったり、ね、鶏肉揚げることも多いかなと思うんですけれども、おやつなんかでも鶏肉多いですよね。なんですけども鶏の骨はちょっと危険だそうですね。バリバリ食べれて、ね、軟骨なんか美味しいんですけれども、この子たちにとってはそのバリバリっていう食べたところで喉に刺さってしまうっていうような危険があるそうです。でこういったちっちゃいワンちゃんなんかは特にですね、勢いよく飲み込んでしまって喉にぐさっと刺さってしまって、ね、出血してしまってっていうのはとても危険な食べ物だそうです。そちらもで、まあ、今ですね、あげてったものは特にまあ危険、命をもちょっと危険な状態にさらしてしまう食べ物っていう風になります。まあ、中毒を起こしてしまってとか、臓器に影響を与えてしまってっていうような食べ物になってくるんですけれども、で病院でまあ急に具合悪くなってしまってっていう風に行くと、まあ、大概ですかね、拾い食い、なんか食べちゃいけないもの食べてないですかっていうような確認をされます、ね、中毒の症状ってまあ下痢だったり吐いちゃったりっていうのは、ちょっと体調悪かったりお腹壊してたりっていうことでもある症状ですよね。なので、まあ、そういったことをちゃんと病院行った時にですね、あ、食べてしまったか分かんないですとかってなると、まあ、一から全部検査しなきゃいけなくなるわけなんですよね。中毒を起こしてないかっていうので血液検査をしたりっていうようなことにつながってきてしまうので、ね、そこで食べてないっていうふうに分かれば、ね、この子たちの負担もちょっと少なくなってくるので、なのでそういった危険な食べ物ですね、取り扱うときはちょっとまあ注意して、ワンちゃんが入ってこないようにちょっとガードするとか、ハウスしとくとかっていうようなことが必要になってくるのかなと思います。あとはですね、まあいろいろあるんですけれども、野菜なんかも揚げていいものもたくさんあると思うんですね。でこの子たち結構今からの時期の夏野菜、きゅうりだったりトマトだったりはすごく好きなんですよ。なんですけども、まあ、きゅうりはまあ生のままではいいと思うんですけれど、トマトも完熟していればヘタの部分なんかを取り除いて生でも OK なんですけども、その他のキャベツだったり、まあ、人参だったりブロッコリーだったりっていうのもたまにあげるんですけれども、必ず火を通して、ね、生のままではあげないようにしています。あと果物なんかは種は全般ダメだっていうふうに思っていただいた方がいいのかなと思います。リンゴだったりだとか、あとなんだろうな、今からの時期種があるものありますよね。で種は必ず取り除いてあげるようにしてあげた方がいいのかなと思います。種に結構その中毒を起こしやすいとか、体に害を及ぼす成分というのが含まれているそうなので、なのであげるときはですね、必ず種取り除いてあげて、ちっちゃくカットしてあげて、ね、皮も剥いてあげてっていうような感じで、一口ぐらいですよね、せいぜいあげれるといいのかなっていうふうには思います。今回もあくまでも、まあ、私が独断で調べ、独断で勝手にお話ししている、知っていることをお話ししている状態になりますので、ね、もっと何か、まあ、こういうのもダメだよとかっていうふうのあればぜひコメント欄で教えていただけると大変嬉しいです。はい、今日はですね、ワンちゃんが食べてはいけない食べ物についてお話ししていきました。ぜひですね、少しでも参考になればと思います。ね、またこの動画がですね良かったなと思った方はグッドボタン押してね。私たちの動画がもっと見たいなと思った方はチャンネル登録してくださいですね。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、で私たちですね、ツイッターも行ってますので、私たちのツイッターもフォローしていただけると嬉しく思います。はい、じゃあ次の動画でまたお会いしましょう。はい、ねるちゃんさようなら。バイバーイ。はい。バイバーイ。じゃあね。